はい、皆さんこんにちは、佐竹敦史でございます。もうすぐ3時ですね、5月は2日になりました。火曜日でございまして、日は照ってまして、いい感じ。千代田区22度でこの日は24度、もうすぐ暑くなるんでしょうね。これね、今24度でしょ。25度超えたら暑いやろな。暑いのいらんねん、ほんまに。暑いのも寒いのもいらんねん。もう普通がいい。これくらいでええわ、ちょうど、ほんまに。日本の暑ってね、日本の夏ってね、暑すぎますよ。バリ島、ここ、どうでしょう。10年ぐらいで5、6回行ったんですけども、そんな暑ないんですよ。カラッとしてますしね。やっぱり南の島ってそうなんですかね。暑い暑いって言うても、まあまあ冷房入れようかどうしようかぐらいのレベルなんですね。で、なんていうか、向こうはなんていうか、リビングがですね、こう閉まらないんです。いや、オープンなんですよ。オープンで、蚊もいるんですけど、まあまあ蚊取り線香つけてるんですけど、絶対リビングはオープンで、その向こうにプールがあるわけですね。で、寝室はさすがに閉まるんですよ。で、寝室に冷房を入れるかどうかっていうか、夜になるとね、涼しいですからね、ええやんと思うんですけど、長らくバリ島に、やっぱりでもね、5年10年住んでるみんな飽きるみたいで、みんな帰ってくるんですよ、日本にね。僕も、もう今から行こうとは思いませんけどね。50代ぐらいの時に3、4年住むんやったらええなっていう感じですね。やっぱりね、なんて言いますか、先進国ではないんでね、警察がきちっと機能しなかったらね、もちろんあんまり犯罪ないんですよ。あと医療がね、やっぱり不安がありますね。なんで、もう今更、まあ、旅行では行ってもいいかなぐらいに思いますけど、1年、2年住もうという気はないですね。もうそんな、昔はね、ご飯もいっぱい食べたんです。1、2枚食べられたんですけど、今、日本のですね、例えばラーメンいっぱいやったら、半分か3分の2でいいかなっていうレベルの食欲しかないんですね。これは食べる楽しみもないでしょ。あと、あんまり行きとないなっていう感じ。何を言うてんやろうと思いますけど。もうやっぱり年やということですね。全然関係ない話をしましたけど、本題行きましょう。中央日報というですね、まあ、お隣さんの、僕は保守系やと思ったんですけども、最近ちょっと左っぽいんですね。のメディアがございまして、これが4月30日、2日前の10時23分に、韓国米中の間で、バランスを取り TPP 加入積極的に取り組まなければ1ということでですね、ジェフリー・ショット上級研究員、アメリカの研究機関ですね、の話を伝えています。ちょっと読みましょう。米中の貿易戦争と保護貿易主義、これに伴う世界的供給網再編加速化、終わりが見えないロシアとウクライナの戦争、輸出の活路を見出さなければ生き残れない韓国が置かれた過酷な環境だと。お前らよう分かってるやんって言うかですね。25日にあった米ピーターセン国際経済研究所のジェフリー・ショット上級研究員は、韓国は米中の間でしっかりバランスを取る貿易政策で危機を機会に変えなければならない。米国のインフレ抑止法も韓国には機会と助言した。世界経済研究院が26日に開催した創立30周年記念カンファレンスに出席。カンファレンス出席に向け訪韓した彼は、国際貿易政策と経済制裁分野で世界的権威に挙げられる、クエスチョン、米バイデン政権の貿易政策をどのように見るか。トランプ政権時代の保護貿易主義基調から旋回していないようだが。アンサー、このジェフリーなんとかさんですね、ジェフリーショットさん、アンサーですね。中国との貿易戦争を持続など、トランプ政権と軌を一致にする面が強い。
ただトランプ時代に比べ貿易パートナーを喜んで増やそうとしたり、国際機関との協力も継続して推進している点で進展がある。伝統的な貿易協定から抜け出し、非公式なチャンネルを通じてもらえば、結局ね、ここでですね、このおっさんはですね、最後に TPP、これ1なんですけど、2の方でですね、TPP にお前らも入った方がええでっていう話をしてるんですね。で、韓国も、うんたら入った方がええな、みたいな、まあ、このメディアですけどね、中央日報が、みたいなことに持っていってるわけなんです。TPP ってご存知の通り、環太平洋貿易協定ですね。日本が主導して結んだものです。もともとはアメリカのですね、オバマ政権がですね、これをやろうってやったんですけど、出来上がったところでトランプ政権に変わってですね、トランプ政権がこんなあかんって言って、ね、破棄したんです。破棄して抜けたんですね。で、もうおじさんになるのかなと思ったら、日本がですね、安倍政権でしたけども、きっちり仕上げてですね、今稼働しておりまして、これについてですね、まあいいんですよ、これはね。まあまあいい感じで回ってるわけです。で、これにはアメリカも中国も入っていないですね。で、バイデンになって戻ってくるかと思ったら戻ってきてこないんですね、バイデンさんね。で、これに韓国は入っていません。中国も入っていません。アメリカも入っていません。今度ですね、イギリスが入りたいって言うてきたんですよ。で、ええやんって入れてあげるやんっていう感じになってます。で、アメリカはちょっとプライドがあってですね、入りたいって言わないんですけど、中国は入りたいって言ってるんですよ。まあ、多分あの人たちってこういいとこ取りしようと思ってるんでしょうね。で、これに韓国も入れなあかんって言ってるんですけど、TPP11 カ国かなの、この新たに加盟するにはですね、その11カ国全加盟国が承認しなあかんわけです。つまり日本には拒否権があるわけですね。で、韓国が入るとしてもですね、日本は拒否権を使うべきですね。なんでか、あいつら約束守らへんもん。約束を守る守らないって重要でして、約束を守らない連中をね、入れたらですね、トラブルの元なんですよ。だから入れたらあかんと思います。中国も入れたらあかんと思いますね。入れるべきではないと思います。日本とね、お隣さんで今ね、ちょっとね、いい感じになってます。7日、今週末か来週か、7日に岸田行ったりしまして、ちょっといい感じになってますけど、彼らをですね、見誤ってはいけないわけでして、いつ、わっと燃え上がるかどうか、わっと反日になるかって分かりませんよ。私はですね、7月に福島のですね、第一原発の処理水が放流になると思うんですけど、放流になった時にうわっと燃え上がる可能性があるわけですよ。野党は手ぐすね引いて待ってます。向こうの野党ね、うら行くぜみたいな感じで待ってるわけですよ。そこで燃え上がらせてですね、要は政権打倒に持っていこうというのは野党の腹で、少なくとも来年4月にある国会議員選挙にはこう勝ちたいわけですね。それで勝てなければですね、奴ら軒並み逮捕されますから勝ちたいわけですね。だからこれを好材料にしてわーっと来るはずです。なんでですね、油断してはいけないと思いますね。で、もし福島7月の放流でですね、あんまり燃え上がらなくてですね、こうふんと終わってしまうんであればですね、まあ少しは考えてやってもいいかなという気はしますけど、全く油断はできません、彼らは。で、お隣さんもそうですけど、中国もですね、約束は守れないし、本当にないことはいっぱい言うし、なんで、やっぱり入れるべきじゃないでしょうね。アメリカが入りたいというのだったら入れるべきでしょうね。イギリスは入れるべきです。フランスが入りたいって言ったら、まあ、入れてあげていいじゃないですか。あんまり関係ないですかね。まあそういう感じでしてですね、お隣さんはいつもですね、てめえらの都合のいいことばっかり言いますけどもですね、そこは厳しくですね、対処をしてですね、我々はですね、7月にあるであろうですね、福島のですね、処理水放流をめぐってですね、連中がどういうふうに動くかというところに注目してみたいですね。ただこれは予想ができません。なぜようわからんお隣さんですから、どこでどう思い上がるかってわからないわけですよ。
福島の処理水でわっとまた来たらですね、また楽しいことになりますね。まあちょっと待ってますけども、はい、ということでこのですね、今読みかけました中央日報のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。